こんにちは。ディナー&ティム、アメリカ暮らしです。本日は、来シーズンの MLB は面白いかも、という話です。皆さんご存知の通り、ドジャースに大谷さん、山本さんが入団が決まりました。来シーズンの MLB は面白そうですね。今日ね、そんな内容でお伝えしたいと思います。映像の方は、インターステート105という、フリーウェイを今走っております。もうこのところ、毎日のようにここを通っているような気がするんですけどね。右手に見えているのは、ロサンゼルス国際空港です。お迎えに行ったりですね、送りに行ったりと、ここのところかなり頻繁にこの道を通っております。そして今日はね、ロサンゼルス国際空港のお迎えではないんですけれども、もうすでにね、右側の車線はロサンゼルス国際空港の、まあ、お迎えということで、すでにね、渋滞をしておりますね。まあ毎日のようにここ来てますのでね、あまり、近づきたくないなと思っておりますけれども、やはり年末ということで、大変ね混み合ってますね。ちょうど右の車線になります。いや、これまた迎えに行く、送りに行く、大変なんだろうと思いますけれどもね、そんなね、ロサンゼルス国際空港です。さてね、今日はね、前回もお伝えした通り、末っ子がね、明日も帰るということなので、今日はね、お昼を一緒に食べようということで、今ね、このロサンゼルス国際空港近くにある、神楽という、ね、お店にね、今行っている最中です。で、場所の方はね、エルセグンドという、まあ、近くの町なんですけれども、かなり前ご紹介したね、このラーズ・ヌートバーさんがね、まあ、ここで、生まれた場所ということなんです。でね、私たちはそのラーズ・ヌートバーさんがね、日米野球の時にバットボーイでね、小さい子だったんですけどね、来ていただいたということでね、ラーズ・ヌートバーさんとね、何回もお会いしてるんですよ。まあ本当、あの小学生の頃のラーズ・ヌートバーさんですけどね、またその彼がね、幼少期にここでね育った、そんな場所で、前にもご紹介した通り、ここはね、我々もよく、来る日本食屋神楽というところですね。で、今日はね、私の方のリクエストでこちらで、日本食を食べないということで誘って今待ち合わせをしているという、そんなね、状況であります。で、結構このお店混むんですよね。ですからね、大事をとって、予約をしておきました。そしたらね、まあそうでもなかったのかな、でもね、予約はね取っといた方がいいお店なのでね、こちらの方でね、今日私はね、お寿司御膳というのを食べまして、非常にね満足でしたね。まあそしてね、末っ子夫婦とゆっくりお話をして、まあ明日帰るということでね、また機会があったら来てねということで、いろいろお話をして、ちょうど今別れたところであります。せっかくね、こちらまで来たので、これからね、この神楽という店を後にしまして、大谷くんの新名所ですね、まあもういろんな YouTuber の方がご紹介してると思うんですがね、ちょうどこのエルセグンドという町から、まあ、車で15分ぐらいのところなんで、まあ、ちょっとねご紹介したいなと思って今車の方を走らせております。
なかなかね、このエルセグンドという町、いい町なんですけどね、ただね、やはりもうここの辺は物件が高くなりましてね、とても庶民的なお値段ではないですよね。そんなね、場所であります。そしてね、新名所のところに近づいてきたわけですけれども、ここはね、ハモーサビーチという、前回もね、バイクツアーでご紹介した、よく我々が来る、まあ、ビーチなわけですけれどもね、こちらも物件は半端ないですね。とてもね、手の届くような金額ではありませんけれどもね、まあ、非常に、素晴らしい街ですよね。ですんでね、やっぱり人気がありますし、まあ、ここがね、130年前もっとかな、そのぐらいの時にリゾート地として、まあ、それなりに、栄えた町であるということもあって、なかなかね、庶民がね、住めるような場所ではないんですがね、まあ、アメリカ人の中では非常にお金持ちも多いので、こういったところにね、まあ、住まわれてる方も多いかなというふうに思います。で、まあね、こうやって見るとね、その新名所の場所がすごいね、狭い場所でありまして、まあ、休日ということもあってね、もう皆さんね、車は両側に路駐されてますのでね、とてもね、ゆったりという場所ではないですね。やっぱり昔ながらの道が続いておりますのでね。さて、到着しました。やはりね、4人ぐらいいましたね。もうここね、新名所になってね、いろんな人が見に来てるのかなというふうに思いますね。でね、車どこに止めようかなと思ったんですが、まあ、結構上の方に止めてですね、今、大谷君の新名所と言われている、その場所にね、今歩いております。まあ、話によると、もともとは、ですね、別の絵を描きたかったというか、アイスホッケーのチームですよね、キングスのチームの加工として大谷君をプラスアルファしたのかな、そんな感じに話は聞いておりますけれどもね、実際のところよく分かりませんが、ここはね、リカーショップ、つまり酒屋さんでしたね。そこのね、ところが今新名所になりつつあるということで、日本から来た方はここにね、来られるかなとは思うんですが、残念ながらね、ここはね、バスで来るとかね、ちょっと厳しいですね。やっぱり車がないと厳しいですね。もちろん電車もありませんのでね、まあ、ウーバーで来るのか、レンタカーを借りて来るのか、まあ、その辺でね、大好きな方はね、見に来られるのもいいのかなと思いますけれども、これだけね、ごちゃごちゃとした小さい町ですのでね、車が見物渋滞するというのもあまりよろしくないのかな、まあ、そんな風にね、思いますね。まあ、それはね、人それぞれいろいろ考え方はあると思いますけれどもね、まあ、一応ね、ご紹介ということで、皆さんにご覧いただきました。そしてね、ちょっと買い物をいたしまして、これから我が家の方に向けて、帰るというところであります。で、もうこの辺はね、ハモーサビーチから今度はレドンドビーチというところに行きまして、まあ、我々はしょっちゅう来るビーチでありますね。ここは PCH という、まあ、言ってみれば国道1号線、まあ、国道じゃないか、カリフォルニア州の1号線ということで、結構混む道ですね。狭くてね、運転するの大変なんですけども、そんな道でありますね。さてね、まあ、私はあまり MLB、まあ、今年はですね、大谷君の試合を見に行ってないですね。本当はね、行きたかったんですけどね、行こうって思った時にはすでに大谷君故障者リストでしたね。
本当にね、予約するかしないかって思ってたところで、もしね予約してしまうとね、大谷君出らんなかったという、そういう状況だったので、まあどう言っていいかわからないんですけれども、私にとってはね予約しないでラッキーだったかなというふうには思うんですが、ただファンの皆さんにしては本当にアンラッキーな話だったと思いますね。まあ今回ねドジャースに大谷さん、それから山本さん入って、まあ、どんなことになるのかなという、すごく面白そうですよね。まあね、どうなるかわからないですが、ちょっと機会あったら行きたいなというふうに思います。まあね、私個人としては、エンジェルスに残留してほしかったんですよね。というのはね、ドジャースの球場って結構すごいとこにあるんですよ。ですからね、日本から来られる観光客の方、まあ多分ねリトル東京とかね、ダウンタウンロサジャースとか、その辺のところに宿は取るかと思うんですが、くれぐれも気をつけてください。あんまり治安のいいところではありませんのでね。かといってね、もうちょっといいとこってなるとね、今度は球場まで大変だし、なかなかね、一長一短という、私にとってですね、ドジャースに移籍したという大谷君、山本君でした。来シーズンの MLB は面白いかもというお話でした。それではまた。ティナ&ティム、アメリカ暮らしでした。